J-POP というか、あの今までの自分を壊してですね、はいはい、新しい坂本ストモということで今モバイク苦しんでるんです。オンリーワンチャンネル。はい、オンリーワンチャンネル始まりました。大中です。よろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、まあ、社長様、そして経営者様、そして今日はですね、シンガーの方です。まあ、オンリーワンの方々、そういった、方々をですね、ご紹介させていただくインタビューリレーションという形になっていまして、まあ、その中で伺っているのが、過去の瞬間、そしてオンリーワン、またパワーソング、そういったものを伺いしながら、人となりをですね、まあ、ご紹介させていただいております。そしてもう今日はですね、ありがとうございます。ね、本当にオンリーワンチャンネルね、本物のシンガーが来ましたよ。嬉しい限りです。ということでご紹介させてください。スインガーの坂本勉さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。坂本勉です。58歳になりました。はい、もう若々しい。まだまだまだ。はい。はい、ですね。まあ、もともとは、ロックンロールシンガーというですね、はい、皆さんご存知の、お店がいっぱいあるんだと思うんですけど、はい、全国、オールディーズハウスとかですね、いろんなライブハウスがあるんですが、まあ、そういうところで、はい、Oh, please stay by me, Diana とかですね。そういうのをこう歌いながらですね、はいはい、あとオリジナル曲も歌いながらずっと、歌手生活が38年ですか、うんなんですけど、はい、まあ今もがき苦しんで、あとで話しますけど、はい、やってます。はい、坂本勉さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、実はこれ、松田勝さんからのご紹介で、こういった形を撮らせていただいて、うん、なんかすごいですね、大物が続くってこういうことなんだなと思いながら。もう、まさるちゃんって言ったら怒られちゃうんですけど、まあちゃん、まあちゃんって僕言うんですけど、はい、まあちゃんとはね、本当に、もう古い付き合いで、でも、年も同じなんですよ。あ、そうそう、もう、うん、誕生日もね、5日ぐらいしか変わらないですから。おー、じゃあもう本当に、まあ、窮地の中で。そうですね、だからまあ、よく食事したりするんですからね。はいはいはい、はい。いや、もう本当にね、大絶賛だったんですよ。松田勝さんの方も。本当に今日もすごい楽しみになって。ね、もう彼みたいにこうやって、ね、皆さんのアクションとか。グリップアクションとかね、なんかいろいろあるからね。まあまあ、坂本さん、坂本さんのね、はい、また良さがある。もちろんありますので、そちらを、もうあんまそこなくご紹介させていただきたいかと思いますが、まずは先ほどのお話の通りで、今、どういうことをやってらっしゃるかということを教えていただいてもよろしいですか？あ、そうですね。はい、今や、活動としては、もう今このコロナ禍なのでね、ライブは当然できないし、はい、まあ、リモートライブとかね、そういうのは、まあ、ちょこちょこやらせていただいてもいるんですが、うん、まあ、本当のライブっていうのはできないので、はい、まあ、ただね、去年、コロナ禍入る前に、まあ、後でまたそこは深掘りしていくんですけども、もともとロックンロールシンガーでずっとやってきたのを、はい、まあ、リーゼントしてやってきたんですが、はい、今こういう髪型で、オールジャンルでやろうということで、去年の、頭にそういうことでやろうっていう話になったんですけど、はい、だからまあ、要するに、ロックンロールだけじゃなくて、バラードも、まあ演歌って大変ですけど、はいはい、J-POP っていうか、J-POP やろうということで、ただ、アルバム出すには今ちょっと時期的にってことで、うん、去年のだから4月からかな、はい、4月からもう配信って言うんですか、ダウンロードとか、ああいう形でですね、うん、これで6曲、新曲をやったのかな、はい、ですね。また今月か来月からまた1曲出すんですけども、はいはい、まあだからアルバムはちょっとまだ先送りですけども、まあ、そういうような活動ですかね、やってますね。このアルバムに、まあ、後々というか出てくるものの、その今その収録される曲を順次配信って形で。そうです、そうです。もう先に先行って言うと随分前に、先行っていう形でね、出していますね。なんかそのアルバムのそのテーマというか、うん、なんかこう、これをイメージして今回作ってるとか。これを言うと多分事務所で怒られちゃうかもしれないですけど、もう僕の中ではすごく、これはすごくいい意味で言ってるんですけど、ザ・昭和というかね、はい、例えばカラオケ行っても、なんか最近の若い子たちの曲ってなかなか難しくて歌えないじゃないですか。はい、でも誰でも歌えるような曲を、はい、口ずさめるような曲、うん、そういう感じをコンセプトに、うん、曲を集大してるっていう感じですかね。まあ、でも人となりというんでしょう。今日ちょっと本当に初めてお会いさせていただいたんですけど、なんでこんなに、すみません、悪いというかですね、ソフトというか、はい、だってロックンロールシンガーじゃないですか。うん、だからもう僕の中では、もうなんか、なんていうんですかね、あ、届かない人みたいな、すでに今でも届かない人なんですけど、いやなんかこう、すごい近い、うん、距離感というかを私すごい感じてるんですけど、醸し出してるものって何なんですか？多分ね、僕も前は多分ちょっと尖ってたと思うんですけども、やっぱりね、僕子供が2人いまして、はいはい、
で、子供、シングルファーザーなんですよ。はいはい、離婚しまして、うんうん、で、子供たち僕が育ててきたんですけども、はいはい、で、PTA もやったんですよ。おおまあ、そんなことでね、はいはい、いろんな、まあ、子供たちと一緒にいろんなことしてきたっていうのがやっぱあったのかもしれないですね。あるかもしれないですね。お前さん、自慢のお父さんですね、どうなんでしょうか、ね。いや、まあ、かっこいいですよ。ありがとうございます。本当素晴らしい。まあ、じゃあそんな中で、うん、あのこのチャンネルの一つのテーマであります、うん、あの覚悟の瞬間、はいはいはい、を伺わせていただきたいなと。オンリーワンチャンネル。そうですね、覚悟、うん、あのやっぱりさっきの話、ちょっとシングルファーザーで、ね、来たんですけど、やっぱり僕もやっぱり夢があって、僕名古屋出身なんですけど、はいはい、名古屋から、まあ、かっこいいがすると夢をね、こうカバン、ボストンバッグに集めてこう東京出てきたんですけども、はいはい、本当にね、東京出てきた時に六本木のあの、はい、高速道路に六本木って書いてあるんですよ。あれ見た時も本当に涙が出て、うん、よしここで頑張るぞってね、うん、夢を自分の歌でね、はい、なんかみんなが涙流してくれるような歌を歌いたいってことで来たんですけども、うん、やっぱり結婚して子供ができて、うんうん、で子育てしながらやっていくうちにだんだん歌が職業になったというかな、はい、なんかあの自分の歌はどうのじゃなくて、うん、ダイアナを歌う、ダイアナが悪いわけじゃない、ダイアナを歌う、ステンバイミー歌う、うんうん、ね、ハンドドッグ歌うってことが職業になってずっと来たんですけど、うんうん、まあ、ある時55歳の時かな、うん、まあ、今の社長にいろんなことを言われてね、はい、で、まあ、ちょうど子供も育ったことだし、うん、じゃあもう一回メジャーな世界で自分の歌をとにかくダイアナとかじゃなくてね、はい、自分の歌でとにかく行くんだってことで、うん、55歳の時にまあちょっと大変だったんですよ。っていうのは55歳までずっと自分で何に積み上げてきたものがあるじゃないですか、はい、それを全部壊して、うん、リーゼントも壊してみたいな感じでやってきたんですよね。だからまあそれがすごく僕の中で覚悟だったのかなって。だからそれは何かというと、やっぱり自分の歌だけじゃなかなか売れないので、うん、役者もやったんですよ、はいはい、役者、うん、役者なんか僕できないんですよね。やったこともないし、舞台やったり、うん、でね、若い子たちに中に混じって、やっぱみんなプロでしょ、はい、あのおじさん演技もできないのに何やってんだろうみたいなぐらいの感じでね、いや僕は本当歌しか歌ってこなかったので、うん、まあそんなのもすごく僕の中で覚悟というかな、はい、うん、だから本当に今の話、覚悟っていうと何ですかって言われたら、やっぱりそうですね、僕は55歳までやってきたことを全部壊して、うん、また55歳から60歳に向かってこの5年間何ができるんだろうってことで覚悟を決めてやったっていうかな。だから今も本当に毎日ね、いろんな歌、今新しい曲やってますけども、はい、正解が分かんないっていうかな、うん、前だったらロックンロールはこうだってだったんですけど、もう分かんないですよ、うん、だから今本当にもがき苦しんでるというかな、うん、かっこいい言い方だとそんな感じですかね。でもその中で僕、すみません、多分いきなり確信に迫ってしまう質問をさせていただきたいんですけど、坂本さんにとって、うん、歌って何ですか？そうですね、僕は歌はやっぱり僕の人生そのものだし、かっこいいがすごくね、うんうん、で、やっぱり僕が何かを人に伝えること、ありがとうとか感謝のことも含めて、うん、全部含めて歌なんですよね、はいはいはい、歌しかない感じですかね、うん、それはあれですか、まあ、ちょっと言葉というか分かりませんけど、うん、何かを言葉で伝えるよりも、うん、曲、歌で伝えちゃった方が早いって感じ。そうですね、だからもう、うん、今すごく本当に新しい曲いっぱいあるんですけども、はいはいはい、もうやっぱメッセージの入った曲が最近はこの年になったからやっぱり多いですね。やっぱり20代、30代の時はもうとにかくもう3コードで、はい、ね、うん、ジョニー・ビッグとかそういうような曲ばっかりだったので、最近は本当にメッセージの強い曲が多いですね。ありがとうとか、うん、ね、素敵ですよとか、うん、なんかそういうことも含めた曲が多いですかね。でもなんか一人一人になんかその曲を届けるみたいなことをされてたらさらに素敵ですね。そうですね、うん、まあ、だからちっちゃい夢っていうのはいっぱいあるんですけど、うん、まあ、大きな夢はね、さっき言ったようにとにかく今全部崩して、はい、またサロンを務めとしてパッと世に行きたいのも終わりでいるんですけど、でもちっちゃい夢っていうのはちょっとずつやっぱりやっていくと叶ってくるという、はいはいはい、僕はやっぱ本当にたくさんの子供たちと自分の歌をいっぱい一緒に歌いたいっていう夢があったんですよ、はいはいはい、大地さんね、実は、うん、で、それがいわきって
福島ね、はい、ありますね。いわきの子供たちと小学校でね、はいはい、何十人の子供たちと一緒に僕の歌をね、はい、みんなでこう体育館で歌ったんですよ。それはもう僕の中では本当に一生忘れられない夢の一つかな、だったかなという感じで、だからずっとこれから60まであと2年しかないんですけど、はいはいはい、あと2年本当に夢を見ながらもがき苦しみながら生きたいなと思いますね。いやでもその、 もがくというかですね、その姿が多分皆さんの共感になるんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。本当素敵なお話でしたけど、そのもう一つその聞きたいところが、うん、一番最初に歌または楽器に出会った時ってどういう衝撃でしたか？最初にギターを聴いたのは、やっぱり、まあ、よくある話ですけど、親戚のお兄ちゃんが、ベンチャーで、みたいな感じの、ダイヤモンドヘッドとかなんかこう弾いてたの、まあ、すごいなと思って、はいはいはい、もうとんでもない人だなと思ってたんですね。で、その時に、貸してもらったレコード、はい、これがね、ビートルズのヘルプ。お、はい、またガッと衝撃だったんですね。それからなんかベイシティローラーズが出てきたり、はい、あとまああと矢沢永吉さんとかジョニー大倉さんの作ったキャロルとかね、はい、もうそのあたりからもうちょっと音楽にふわっと走ったかなって感じね。だからまあいろんなやんちゃなこともやりましたけど、でも僕は本当音楽があったので、変な道にはそれなかったかなって感じかな。まあでもね、こうやってなんかこう一つのことになんかこう見つけられずになんとなく日々過ごしてたり、うん、こうなんかみんながやってるからなんとなく一緒にやってればいいかなみたいな、うん、っていう若い人たちって多いじゃないですか。あ、そういった意味合いでいくと、うん、この一つのものを掴んだっていうその瞬間が僕はね、うん、ぜひ聞きたいなと思って今質問させていただいたんですけど。そうですね、だからまあ本当にまあね、よく偉い方というか立派な方いるんですけども、いくつになっても勉強だよって教えられるんですけど、本当、うん、本当そうだと思いますね、はい、だからもうこれからももっともっといろんな方にお会いして、いろんな知った激励を受けながら、激励も受けながら、はい、頑張っていきたいなと思いますね。あ、素敵だな、ありがとうございます。まあ、じゃあその中で、パワーソングですね、をここでちょっとねいただきたいなと思います。そうですね、はい、オンリーワンチャンネル。まあ、僕ファーソングで言うと、まあ、キャロルとかビートルズとかいろいろあるんですけど、はいはい、でもなんかたまたまね、ちょっと機会が、僕はそのさっき言ったように全然やったこともない役者をねやるようになって、うん、でその時にたまたま演演させていただいた監督さんが、はいはい、じゃあちょっと主題歌歌ってみるみたいな話をいただきました、はいはいはい、それがなんと、はい、あ、こんなところにどどどどどはい、こういうね、私持ちます。あ、いいですか、はい、夜の果てに吹く風をというですね、はい、これ実はこれですね、はい、あ、持ちますよ。いいですか、はい、はい、的場浩司さん主演のね、はい、ね、V シネなんですけど、うん、もう今2月の25日にこれ第4章っていうのが、はい、第5章が発売になったのかな、はい、でずっとねこれの実は主題歌を今歌わさせていただいてるんですが、はいはい、このね曲がすごく僕の中では勝負曲というか、はい、なんか本当に自分での曲だからやるわけじゃないんですけど、パッと中の時流れてくるおです、ね、ちょっと聞くことってできたりするんですか。おー、いますか。嬉しい、はいはい、夜の果てに吹けよ風よみたいな、あ、今から流れますか。あ、流れますよ。あ、本当ですか、はいはい、じゃあちょっとギターよりもそれを、はい、いただく、いいですか、いいですか、ね、ぜひご覧になってください。はい、はい、どうぞ。どこまでもお前にただ付き合うだけさ、どんな結末
それではじゃあここからね後半に入っていきたいと思いますけど、はい、しかしいい曲でしたね。ありがとうございます。なんかこうしみるというかですね、なんかね、戦闘態勢に入るんですね。もともとあるじゃないですか、はい、ります。何の時でも、はい、戦闘態勢、ここがスイッチなんですね。そうですよ。ぜひその時に聴いてください。ぜひぜひ、はい、皆さんのパワーソングにしていただければ、はい、いいかなというふうに思いますけど、はい、まあ、じゃあその中で、うん、あのパーソナル部分をちょっと、ね、お話伺いたいなと思いますけど、うん、あの坂本勉さんってそのシンガーとしては我々も存じ上げているわけじゃないですか、うん、でも普段の、うん、まあ、坂本さんってどんな人ですか？はい、飲んだぐれのジジイなんですけど、いやいやいや、あの酒が大好きでなんですけど、はいはいはい、あのでも時にやっぱり僕あの意外とスポーツが好きで、お、はいはい、あのゴルフも、ね、うん、あの38年間やってるんですゴルフ。すごい、まあ、でもその間、でもその間ね、7年ぶりだったり、はいはいはい、10年ぶりだったりとかするので、まあ、あの年数したらそんなんでもないんですけど、はい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 、あとはもう野球が好きで、やっぱり野球観戦、ね、はいはいはい、自分は野球やらないんですけど、あのテレビ見るの大好きです。どこのファンとかは？あ、いいんですか？もちろんもちろんもちろん。僕はね、虎吉なんです、実は。そうなんだ、あの、いや、このチャンネル含めてですけど、うん、結構あの、虎党の人いるんですか？あ、そうです。僕だから松村君なんか、はいはい、そういうなんか、まあ最近ちょっとずっと会ってないんですけど、はい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 、もうその当時やっぱり虎吉の関係でちょっと仲良くて、はい、まあ年賀状のやり取りとか今彼も虎の入った年賀状を必ずいただくんですけど。そうなんですか？そうなんですよ。じゃあぜひなんかあの、なんかまあ新橋あたりで、なんとか会みたいなのがあるので、もうぜひ連れてください。いやいや、ぜひぜひ、ね、はい、いやもういや坂本さんがいたらみんな喜びます。いやどうですか、じゃあギター持ってきましょう。ぜひぜひ、ね、大変なこと起きます。そしたら、いやいや、あの8時までかもしれません今はね、まだ ね、 そうですね、残念です。いやもうですね、だから結構野球観戦とか、はい、あとね最近はあの前からね、僕は地方行くとあのちょっと時間が空くじゃないですか、はいはいはい、そうするとね、ちょっとその地方の知らないところをブラブラしたりとかするんですけど、だからまあ散歩がすごい好きですね、まあ、特にこのコロナ禍は特に、うん、あのあっちこっち歩いて、うん、あ、こんなとこがあったんだとかね、はいはいはい、やっぱりあるじゃないですか、はいはいはい、そういうの結構しますね。あ、なんか曲が流れてきました。本当ですね。これ実はですね、はいはいはい、まあ、だから言ったわけじゃないんですけど、BS の、うん、あの日テレ、BS 日テレの毎週水曜日、はい、8時から。これか、これそうなんですよ、これ、こんなところに。はい、はい、これ、旅の空からって曲なんですけども、はい、流れてるのがね、うん、これがあの実はですね、この三宅裕司さんのふるさと探訪っていう番組、はいはいはい、毎週水曜日やってるんですけど、これがですね、あの中のエンディングソングとして、はいはいはい、ずーっと最後流れてるんですよ。おぜひ。なんか、あの、声も聞こえてますけど、なんか、あ、これがね、ちょっとまだね、見知らぬ街へ行きたいなって、ね、もうなんか旅に出そうな、はい、そうですね。てかね、やっぱりね、あのもちろんあの音楽ももちろんいいけど、なんかないですよな。このね、路地裏の猫っていうワードが出てくるんですよ、はいはいはい、ここがいいんですよ。おー、なんか聞きたいなね、ボリュームをちょっと上げていただいて、そうですね、ぜひぜひね、はい、はい、ありがとうございます、はい、いい曲もあったりしますね、ぜひね、あのエンディングで流れてますので、はい、ぜひぜひ、あとダウンロードもできますから、はい、ぜひぜひね、そちらの方もね、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、そんな中で、うん、あのこのチャンネルの、まあまあ、一番大きなテーマなんですけど、オンリーワンという、ね、お話をぜひ伺わせていただけたら、はい、はい、オンリーワンチャンネル。そうですね、僕もね、オンリーワンって言ったらもう本当に出てくるのこの人一言に尽きるんですけど、うん、やっぱり東京なんですよ。東京、うん、やっぱりあのさっき言いましたけど、名古屋から東京出てきて、はいはいはい、で、東京で東京ってテーマの歌っていっぱいありますよね。例えばあの長渕剛さんのトンボも、あれも東京じゃないですか、うん、はいはい、ね、東京だったりするんですけど、まあ、僕もね、だから最近ちょっと自分の東京を作ろうということで、東京という曲を作ったんですけど、まだ詞がないんで、はいはい、色目できないんですけど、はい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 、でもまあその中でやっぱりあのこの曲がすごく僕が身に染みたのは、うん、矢沢永吉さんの、はい、東京なんですよ。大好き、ね、私も大好き。好きですか？大好きですね。はい、ですよね。いや、もう、喋ってるだけで涙出てきちゃいます。ああ、本当ですか？あの、僕も全然レベルが違いますよ。レベル感は違いますけど、同じ思いで東京でやっぱ出てきてるので。あ、そうですね。さっきちゃんと話聞きましたから。はい。もうなんか、やっぱ掴みたかったんですよ。うん、まあそういう、まあだからまあこの仕事でも今、うん、あの、なんとかかな、こう、一心不乱にできてるっていう感覚なんですけど、うん、いや、僕、だから坂本さんにお会いできたからかな、
だと思うんですけど、さらに強く思うようになりました。あ、嬉しいですね。その東京 の, その歌詞の部分はないんですけど、メロディーは少しできてたりしてるんですか？あ、もうメロディーも全部できてるんですけど、はいはいはい、はい、はい、一番このとこ自分の中でこうフラッシュバックするじゃないけど、うん、歌ってる六本木ですかね、うん、僕は六本木って実は箱番って分かります？箱番、はい、箱番ってレギュラーバンドのことなんですけど、まあ言っていいと思うんですけども、昔日卓ビルっていうね、うん、ビルでロリポップっていうところが、はい、そこでこう2年ぐらいかな、うん、レギュラーバンドの、まあ、メインボーカルをやってたんですね、はいはいはい、ですから、まあ、多分このチャンネル見ていただいて、うん、ああそこで歌ってた子かっていう子じゃないけど、はいはいはい、ね、うん、いらっしゃるかもしれないんですけど、うん、 そうですね、そこでやっぱりいろんなことがあったりしてね、はい、やっぱり東京って言うとやっぱり六本木かな、うん、まあでも逆にそういうご自分の核になる場所があるって、うん、僕は素敵だなって思うんですけど、うん、はい、で今の事務所もね六本木なんですよ。あ、そうですよね、じゃあやっぱりなんかご縁があるんですね。だからもう本当に六本木でこれからもね、うん、ちょっとガーッとやりたいですね。あ、東京タワーが見えていいじゃないですか。いや、もうめちゃくちゃいい、ね、ロケーションですね、うん、いや素敵だな、ありがとうございます。まあじゃあそんな中で、じゃあ今後、うん、東京歌いましょう。あ、え、本当ですか、うん、歌ってくれるんですか？いいでしょ、ちょっとだけ。いやー聞いたー、なんか無理やり。いや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 、せっかくだからなんかちょっとなんかね、もったいなくなっちゃって、何でもぜひちょっとやりましょう。はい、お願いします。東京をちょっと歌わせてください。はい、そのギター引っ下げてじゃないですけど、はい、ご自分が今後、うん、どういったことをやっていきたい、うん、そういったものをぜひ教えていただきたいんですけど。そうですね、だから、まあ、先ほども言いましたけども、今 J-POP というか今までの自分を壊してですね、はいはい、新しい坂本ストモーということで今もがき苦しんでるんです、うん、っていうのは一曲すごく僕が今もう絶対ものにしたいって曲がまだこれから発表の曲なんですけど、はい、あるんですけど、うん、その曲はね、やっぱり聴いても自分の中ではそのピッチもピッチっていうかその音程も含めてね、行ったとしてもなんか重みがなかったりとかするし、まだまだだなと もがき苦しんでるんですけど、うん、やっぱり歌って難しいなって本当につくづく最近思ってて、うん、もうこの歌をまずね、とにかく自分のものにして、
いきたいのと、でその曲を引き下げて、今まで新しく作ってきた曲を引き下げて全国ちょっと、うん、本当皆さんにね聴いてもらいたいなと思ってるんですけどね。素敵、あのどうなんでしょうね、その坂本さんにしかないそのね、うん、こう、まあ、オンリーワン、先ほどの話もありましたけど、はいはい、その、まあ、東京って話もありましたけど、うん、どうなんでしょうね、こう皆さんが一番胸打つであろうもの、うん、でご自分の中では何だと思います、うん、僕がの中でのですか。そうです、皆さんが、うん、こう要は坂本勤ですっていうことを、うん、こうお伝えしたいわけじゃないですか、はいはいはい、でそれをするにあたって、うん、他の人とここは違うよねっていうところをご自分で今もがいてるって言ってましたけど、うん、なんか光みたいなのが見える気がするんですけど、うん、あ、そうですか、うん、やっぱりでも最初のやっぱり話に戻るんですけど、やっぱり歌ですよね、やっぱりちょっと海外とか行っても僕電車降りな方なので、はい、海外って例えばホテルでなんか歌ってるじゃないですか、うんうん、ちょっと俺に歌わせてくれって、はいはいはい、やっちゃう人なんですよ。この間もちょっとした船でね、うん、ちょっとした船で乗ってした時もなんか全然言葉が分かんない外国人の方が何人かで酔っ払って、はいはいはい、なんかはぁ騒いでる、うん、そこに僕入ってってね、はい、Which one for the money, two for the show とか言ってロックンロール歌ったりね、なんかそんなんでこうやると一つになるみたいな、なんか全然知らない人なんですけど、うん、でもそうか、歌が共通言語で、そうなんですよ、だからやっぱりそういう意味では今あの大地さんの質問に対して何ですかって言われたらやっぱ歌ですね、うん、歌ですね。いや僕一つ感じてることを言っていいですか、はい、どうぞどうぞ。僕の中で、うん、坂本勤さんってどんな人なんだろうって僕、まあ、今日本当に初めてお会いさせていただいてるんですけど、はいはい、初めて会った時から一つだけもうキーワード出てるんですよ、はい、なんかね、ぬくもりの人なんですよね、すごいね、あったかい人だなこの人っていう感覚が私の中ですごくあって、なんかそう言われません、そういうことって。なんかでもあれなんですかね、この年になってまた自分を壊してってさっきの話なんですけど、だから今ちょっと自分の中にまだ余裕がないのかもしれないですね、っていう気はしてますね、はいはい、だから今大地さんにそうやって言われて、うん、そうなんだ、うん、それは嬉しいな、なんか昔言われたような気がする。今はもう本当にもがいてもがいてもがいてやってるので、だからそんなちょっと気がしますね。はい、まあ、じゃあ本当にね、まだまだお話も伺いたいし、はい、曲もね、本当に聴かせていただきたいなと。じゃあもう曲聴かせていただきたいな。本当にね、もう超贅沢な時間本当にいただきまして、本当にありがとうございます。また違う形でね、はい、ぜひぜひセッション、まあ、させていただければと、はい、思うわけなんですけど、はい、まあ、ぜひですね、リスナーの方にですね、うん、最後にメッセージをいただきたいなと思います。はい。まあ、でも55歳までね、ずっと突っ走ってやってきて、でこれから60に向けて、あと5年ということでですね、うん、自分を全て壊して、ここまで来たんですけども、まああと2年で60になるんですが、本当に60歳のね、いいパスポートをもらえるように本当に頑張って、やっていかないと、もう本当に60になった時に何やってきたんだろうっていう、本当にそんな惨めな人生送りたくないっていうことをね、念頭に置いてですね、頑張っていっぱい毎日もがいてやってきますので、これからですね、皆さんぜひ、いい歌を皆さんに聴いてもらいたいなと思いますから、坂本勤の歌を覗きに来ていただきたいなと思います、そしてライブもこれから頑張ってね、やっていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。いやー、でも本当にリアルで聴きたい、ライブで聴きたい、はい、はい、そうですね、はい、いやー、もうね、本当に素敵なんですよ、温度感っていうのかな、うん、その生き様っていうのかな、なんか人生観っていうのかな、なんかそういったものをなんか歌で聴いてほしいですよね。あ、そうですね。もうぜひ、すごく思う、本当にこれからですね、あと2年間もうどんな形でもがき苦しむか分かりませんが、それをですね、皆さんに聴いていただきたいなと思います。そこのヒストリーです、そこを多分ね、皆さんに感じてもらうと、より多分ね、さらにファンになるというか、深みが出るというか、多分皆さんこう離れないっていうのかな、うん、そういう感じがしてならないです、僕は。ありがとうございます。
本当に、ね、素敵な時間をありがとうございました。ありがとうございます。ぜひですね、今お話ししたような概要の部分は今度載せておきますのでね、ご覧になっていただきたいことと、はい、ここに、はい、ありがとうございます、はい、そしてぜひ、ね、このチャンネルですね、坂本さん本当に応援して皆さんで行きましょう、そして坂本さんを知っていただきましょうというところも含めてですね、ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、そしてコメントもね入れていただければというふうに思いますので、ご本人に届くっていう形しても大丈夫ですか？あ、大丈夫です、大丈夫ですし、僕はもちろん第3のチャンネルよく見るようにします、はいはい、ありがとうございます、はいはい、まあ、そういったところで、まあ、YouTube とかもねやられますし、ね、そうですね、はいはい、もろもろの情報は載せておきますのでご覧になっていただきたいかと思います。そして僕から最後に一つこの曲を作ってくださいっていうリクエストしていいですか？この曲を、はいはい、ちょっと即興めいた話で、本当すみません、ちょっとプロの方に言うのも大変失礼な話なんですけど、私、坂本さん、さっきのぬくもりって話もしましたけど、はいはいはい、もう一つすごく似合うキーワードを見つけました、うん、お話をしながら、はい、涙っていう、なんかすごい、そこまですごい僕の中にこう降りてくるキーワードなんですよね、うん、なんかそういう曲あります？涙ですか、はい、眩しいよ、オーレディ風になびく長い雲髪、目を閉じて溶けるほどまっすぐ抱きしめて、レイディーみたいな感じですかね。今即興ですよね。まあ元々ある曲なんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっと今すみません、超ぴったりなんですよ。あ、そうですか。はいはい。いや、さっきの、ね、そのもがくっていう話の中の一つのワンヒー、多分こういうふうにリスナーの方々から、うん、なんかワンメッセージもらったものに対してなんか作られるっていうメッセンジャーのお仕事したら、僕いいなって。そうですね。はいはい。いやいいですね。多分そこが先ほどのそのぬくもりとこうつながるというか、うんうん、なんか坂本勉ってこういう人ですよっていうのをなんか伝えられるんじゃないかな、うん、私生意気ですけどね。いやいや、素晴らしいじゃないですかね。いやあ、これからじゃあ僕もライブやるときにちょっとなんかキーワードくださいって作ってみようかな。いや、でもいいと思うね。いや、それがすごくね、僕長けてる方なんだなっていうのを今ちょっと再発見というか再認識させていただいたんです、はい、まあ、ということでぜひね皆さんね、これからもずっと坂本勉さん見ててください。本当にお願いします。皆さんおそばにいるんですけど、なんかねこう今日の洋服のようにこう、ね、スター輝く、はい、そんな方です、ね、これは今日のために、あ、素晴らしい、まあ、ということでございまして、今日はシンガーの坂本勉さんでした。どうもありがとうございました。素晴らしい。それではロックンロールをメドレーでお届けします。 If you ever find true modern ways travel my way, there's a highway that's a waste. Get your kicks oh it's a dancing. Oh my darling, oh my love, 誰もいないと言ってくれ、お願い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 だ。
ルクラック、ファイクラック、ラック5、6、7、クロック、ヘルクロック、ロック大チェン、ラブ、コクテル、コム、ゴー、ウィゴー、ロック、アラン、クラック、チューナイ、ビガル、ボー、ライオン、ジュミホーム、アバンサー、ファイウェイ、クレック、サック、ワン、ウィゴー、ロック、アラン、クラック、チューナイ、ウィゴー、ロック、ラック、ラブ、ベル、バーディナイト、ラック、ゴー、ロック、ナナ、ラック、ラック、チューナイ、ワン、フォー、ザ、モーネ、チュー、ゴー、ロック、トリゲル、レディナイト、ケイゴー、バー、ドンチュー、Step on my blue sand shoes. You can do anything, but I hope my blue sand shoes. You can get my man the nine and the ring. Too much love, it's a many same. You broke a wheel, but what is it? A gun, it's a grace, a good ball of fire. What better do that to my bamboo? A doody hooty, oh doody, a doody hooty, oh doody, doody hooty, oh doody.You don't judge my children, I gotta go, name soon. You don't judge my children. Look to the wind, look to the wind. She's a girl and I'm a best. Tootie hootie, oh doodie. 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 Wap a da do ba da wap bam bamTo party in the Conway Jam. Better man than them began to win. Better than the tenor jump began to sweep. Should have had a knock down, dead man sing. Let's love. Everybody, let's love. Everybody in the house, say, look. Dance to the dead house, no. 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 You made me rule.憧れのかっこまえ Oh yeah Thank you